い。初手の爆弾なんですね。日本選手、日本選手です。ベイオ3。今日も飛び込んで、飛び道具で壁を作っていく。飛び道具で壁を作っていく逆リンク。その飛び道具を出す隙をネス側が借りたい。どこを向いて横を出しているのか。投げていく。しっかりしてまずはワンストップ選手になります。ナモさんもあまりスマブラしてないような気がしますがなんやかんやね、長年鍛え上げたローガイドスマブラ力というものでなんとか勝ちを拾ってほしい。対する逆さんも最近あまり6球目からちょっと距離を置いて SP に走っているが、なんか調子こきたいがためになんか頑張っているということです。おっと、火力、しかしまだバーストしない。逃げたな、ジャンプがない。ジャンプがないからあれでいいんですね。なるほど。トスからの、トスからの、私だったら投げてた私だったら投げてた。あの2回目のトスは投げてよかった。投げです、投げですよ、投げ。ああ、いいですね。あ、逆選手の表情が曇っていく。おっと、逆おっと、あ、これ、あ、南国選手指が動かない。おっと、見えているのか。今日一緒にお昼ご飯を食べた時はもうすでに眠そうでした。あ、動かない、反応が遅い。あ、やってないじゃん。誰だってと言ってます。南国選手元気が聞こえてきます。2に並んで、さあ、あー、さっきも同じとこ読みましたね。お、サム的には、あー、なるほど、将来からがこれば取れない。おっと、一瞬ヒヤッとしたか。取るモーションが、さあ、あの爆弾は何なんだ。一回置いて拾ってあまり見たことない爆弾使いか。あ、死ぬ、死ぬ、金が出ました。救出しよう。あー、ライオン落としましたね。あー、これはもう絶望的。南国選手アップした表情、させてくださいといいという素晴らしい実績を持つ。これ結構遅いね。遅いね。あー、ラグスです。あのコメント見てるだけでなんかラグがあってちょっと遅いかもしれないですけど、ご容赦ください。おっと、あー、難しいとこでしたね。周りをギリギリ見れるんだったらね、菅原狩りに行きそうでしたが、すごい慎重。あーっと、よく出ましたね、今。我慢しきれなかった。でも、リンクが我慢できないのもすごい、あ、ネス側はリンク我慢できないのもすごい分かるんですよね、これ。飛び道具の種類がすごいだる。あー、じゃあ、まあ。あーっと、ジャンプが出なかった。逃げたな、逃げたな。おっと、お、逃げたな。これは動かない。しかしまだ23。おっと、ダイオリが逃げたな。ジャック、ジャック、
バトンが回って逆タイムが始まって、あーこれパクリだ、あ違う関根さんのパクリかと思いましたがしかり焼き式を最後の最後だけちょっと関根さんと違いましたね。あーいい引きだったんですけどね今ですが、さあしかしこの組み合わせ、まあ一発でねすぐリンクがもう死ぬんで全然まだまだいけますね。さあこの無敵に大事、あいあっ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 、あー冷静ですね。私はさ崖つかみに来そうでした。さあ、はい、怖い、あーくーかちょっとしっかり押し合いて成功。さあ次が最後です。 BO3 BO3あーっと硬い、ミスが目立つだけ、嫌なミスが、ないですね。ああ。うまいですね。出し方が。おっと。逃げたんだ。ああ、ガキを使うことない。つかめないとこだったんでしょうか。ああ、いいですね。相手だけを。ああ、鉄の王が出ないです。あ、なんでやってる。ストックが出ましたさあこれお互いに死んで死んでですね。さあ最長老南国さん安定しているでしょうか。逆に逆戦でちょっとやっちまったなと思ってても脳にこうしっかり先に取りたいですねもう先にストック取った方が勝ちますね。私の流れが経験的に、メス側もなんだかその飛び道具の隙間を縫って飛び切ってしますが、やっぱ一発で外れちゃうとねすぐ外出ちゃう。あっと釣り投げてだけでしょここは。おっおーあーなんでそこにたたんでいるおーあらー出ない出ないさあ何が起こった、出なかったのか。南国さんすごいメンタル的に楽になりましたね。ここで決めたいと思っているでしょうが、相手ストック余裕があるので、なんか適当なところでペースとかぶっ込んでいくのもありかもしれない。あー今のは勝てた。ああさあどうする。ああプレッシャーかけましたね今
ダメキャン狙いいや、いい勝負でした。